トルコ代表監督、日本に太刀打ちできなかった。トルコを代表する大衆紙、ミリーエット派、不愉快なリハーサルと表現し、試合後のクンツ監督のコメントも伝えている。体力面で日本に太刀打ちできなかった。正直に言えば、日本とはレベルが違った。我々よりもはるかに素晴らしいプレーをした。伊藤の何メートルか走ったドリブルがすごかった。伊藤すげーわ。伊藤純也の無駄遣い。とりあえず伊藤は月葉すぐ海外行け。稲本の上位バージョンだろ。ロッペンみたいなシュートだったな。橋岡よりもマイクマが全然寄って驚いたわ。あれで少し前までフォワードやってたとかすごいね。マイクマが素晴らしかった分、橋岡は正念場だな。いろんな選手を試せて、ドイツ戦とはまた違った満足感がある。名将森保。2得点したのに、なぜか忘れられる中村敬斗。